にちは。こんにちは。長野インターネット局と申します。はい。今筑波市の、カフェ銀の羊に来ておりますけど、はい、自己紹介をお願いしますね。はい、長野県筑波市稲荷山出身のシンガーソングライターでマリコと申します。シンガーソングライターというのはね、作詞と作曲を自分でして、歌を歌う仕事ですけれども、私はピアノ弾き語りをさせていただいております。なるほど。はい。今日はわざわざ今日、はい、ヨガの人とも、うん、ぜひぜひぜひいただいたけれども、はい、聞いていただいたのは実はちょっと大きなネットがあるので、はい、その告知に来ていただいておりますが、はい、じゃあちょっと紹介してください。はい、ありがとうございます。すぐにね、告知でもうすごいなんかすいませんっていう感じですが、実はですね、私このピアノ弾き語りの活動を始めて今年がなんと5周年となっております。それでですね、それを記念してじゃじゃん、マリコワンマンライブツアーというのを開催させていただいております。東京、大阪、名古屋、そしてこの地元の長野県で開催させていただくんですが、この長野県のライブがなんとね、このツアーのファイナルとなっておりまして、場所が戸倉の創造館というところですね。そこの大ホールをお借りして、350人入るんですよね。もう350人というね、大きさのところで歌うのは私自身も単独コンサートとしては初めてなので、とっても緊張しているんですけれども、頑張っていきたいなと思っております。今回はね、そのお知らせをさせていただきに、ここ銀の羊に遊びに来させていただきました。全国ツアーということで、はい、どこら辺を回ったんですか？そうですね、大阪、名古屋、東京、そしてこの長野県になっております。4カ所ですね。はい、歌わせていただきました。なんか広い範囲、活動が広いですね。はい、そうですね、今年は、北は仙台から、南は沖縄まで、いろんなところで歌わせていただいて、月に20本前後、ライブをさせていただいております。素晴らしい。ありがとうございます。前2月頃1回取材させていただいたことがあるんですけども、はい、その時はぜひ筑波市で毎月やりたいっていう希望がありましたけど、はいはい、どうですか、実現されたんでしょうか？そうですね、筑波市ではまだなかなかその毎月というのは実現していないですけれども、長野県内ではですね、もう2月から数えて13本ライブをさせていただいているので、月にまあ2回ぐらいペースで、はい、ライブをさせていただいております。月に2回も？そうですね、意外と来てました。はい、いやもう全国回ってるだけかなと思ってたら、はい、地元にも結構来てたんですね。いやもちろんですよ、たくさんいろんなところでね、歌わせていただいております。今は長野の、まあ、稲荷山に、はい、地元ですよね、はい、来てらっしゃったってことですけども、はい、まあ、あと昨日一昨日もなんかライブやられたとかってお聞きしたんですけど。そうなんですよ、実は昃日が10月23日で日曜日だったんですけど、はい、筑波市の環境フェアっていうイベントが、アンゾホールでありまして。アンゾホールで？そうで、そこのね、2階のなんか100人ぐらいの会議室のところでね、歌わせていただきました。もう130人、40人ぐらいはいたんじゃないかな。もうとてもね、たくさんの人の前でね、歌わせていただきました。素晴らしいですね。はい、今後の予定はどうなんでしょうか？はい、そうですね、明日、10月25日には上田の、ブレイクというところでライブがありまして、ライブハウスですね、ライブがあって、はい、そしてその次は、10月27日の、木曜日に、長野市の、そこはザ・ベニューという、ライブバーですね、そちらでまたライブが決まっております。それからですね、11月の3日の祝日木曜日には、これ筑波市ですね、森将軍塚祭りに、はい、出演させていただきます。それからですね、結構いっぱいいろんなところで歌うんですよ、実はですね、その次が11月5日の土曜日にはですね、私 の、 出身の小学校、春田小学校っていう小学校なんですけど、そこの PTA バザーで、はい、また歌わせていただきますね。なるほど。はい、もう今週はたくさん歌わせていただきます。じゃあ、全国ツアー以外にも、はい、もうほとんど毎日じゃないですか？そうですね、もう本当に、まあ、月20本ぐらいですからね、3日に1回ぐらいは歌わせていただいております。いや、なかなか今後の活動が期待されますけども、はい、今日はちょっと遅いかもしれませんが、はい、1曲なんかご披露していただけるってお
聞きしたんですが。ありがとうございます。じゃあちょっとね一曲歌わせていただこうかなと思っております。その前にちょっともう一度そのポスター、はい、ありがとうございます。こちらはねちょっと光っちゃうので下へ向けて逆ですね。そうですね、はい、はい、じゃあちょっとアップでいってみます。はい、ありがとうございます。長野県千曲市出身シンガーソングライターのマリコワンマンライブ、地元ファイナル編ということで題名を打っております。2016年の11月6日日曜日の夕方ですね、16時開場17時開演で、場所は戸倉創造館の大ホールになります。ぜひとも皆様、お友達をお誘い合わせの上遊びに来てくれたら嬉しいなと思っております。実はなんとですね、地元特別割引というのを、作らせていただきました。通常、一般の方2800円の、チケットなんですけれども、地元の方限定ということで800円割引させていただいて2000円で、入場できますので、ぜひとも、遊びに来てくれたら嬉しいななんて思っております。はい、ぜひ、はい、11月6日創造館、はい、大ホールでお会いしたいですね。はい、はい、お願いいたします。当日券もあるんでしょうか。はい、ございます。当日券も値段は変わりませんので、はい、当日もフラッと来てもらってもきっと入れると思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。ぜひ11月6日、はい、足を運んでいただきたいと思います。はい、お願いいたします。それでは1曲お願いします。はい、ありがとうございます。それではね1曲お送りさせていただこうと思います。実はですね、その11月6日の戸倉創造館の、ワンマンコンサートに、向けてですね、新しいアルバムを制作させていただきました。11月6日に全国発売になります。私マリコの、セカンドフルアルバム、孤独な夢というねフルアルバムが発売になります。その中から1曲、シャボン玉という曲をお送りしたいと思います。お願いします。はい、thank you.
ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ引き続いてちょっとお聞きしてもいいでしょうか。はい。シンガーソングライターってことでいつも作ってる曲っていうのはすごくなんか人をこう励ましてくれるような曲が多いと思うんですけども、はい、どんな時に曲ができるんでしょうか。そうですね、そうですね、10代の頃は自分が苦しかったり悲しかったりそういう時ほど曲をがこう湧き出てくる感じがありましたね。ただ最近だとこういう曲が作りたいなと思って作ることの方が多くって、でこういう曲を作りたいなと思ってからその骨組みを決めてざっとこんな感じの曲にしようっていうのを歌詞をなんとなく決めてから同時に作ることが多いですね。それだけなんかテクニックが素晴らしくなったということなんでしょうかね。いやどうなんですかね。どんどんねその作り方も変わっているし曲自体も変わっているなと思うし、思うきっかけっていうのは何なんでしょうかね。そうですね、まあでもふとした時にできることの方が多くって、はい、まあ、人の曲を聴いてというよりはまあとても素敵な映画を見たり、はい、そのなんか気に入ったまあねこういうここもすごく私その古民家カフェっていうんですかね、で初めて来させていただいて、はい、すごく落ち着くなんていうかおばあちゃん家に遊びに来たような気持ち で、はい、でさっきもねハーブティーをいただいたんですけど、すごく美味しくってもうなんか癒されてなんかやっぱそういうなんかホッとした時とかなんかその自分の心が動いた時にその気持ちを書き留めておいたりとかしてそれが曲になることが多くて、でなんかまあすごく綺麗な空を見たりとか、まあ、例えばまあ人に言われてこういい気持ちになったり悲しい気持ちになったり、まあ、そういうことを書き溜めておいたりとかそういうことが曲になることが多いですかね。今までは自分に対しての応援歌だったかもしれないけども、はい、今はいろんなこう環境にあった何かこう感動をみんなに知らせたいみたいなそんな感じなんでしょうかね。あんまりそのなんていうかなんて言ったらいいんだろう、そのな 大まかに言うとそう世界を救いたいみたいなことは私全く思ってなくって、その私自身がその明日も楽しく生活したいっていうのが一番根本にある気がしていて、その自分は結構コンプレックスの塊だったりするんですけど、その自分に結構自信がないところがあったりしてそれでそういう自分をもう少しこう奮い立たせたいというか、はい、そういう気持ちがあってその歌を作ることが根本には一番あって、うん、なのであんまり人をどうにかしたいと思って作ったりはしてないんですけど、うん、でもまあ結果としてその、はいはいはい、私のために作った歌が、うん、その誰か他の人の心情にも響いてその人の明日の背中を押せたらすごく幸せなことだなとはとっても思ってて、でも逆にその聞いてくれた方がそのすごく良かったと明日も頑張るよみたいなことを言ってくれるともう私自身がすごく救われた気持ちになっていて、あ歌やってて良かったなってすごく思って、でなんかまあその相乗効果じゃないですけど、まあ、そういう感じでもう本当に私と聴き手の方とがもう本当に一緒になって私の曲を作ってくれてるっていう感じがすごく最近はしてます。何と言っていいか分からない、はい、なるほど、自分のね感動がそれがまた他の人にも共感するっていうことですかね。はい、はい、ありがとうございます。まあぜひ11月6日、6日、頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。ぜひとも皆様に、見に来てほしいなと思っております。地元、長野県を、そして千曲市をね、盛り上げていけるように、これから、活動、ビシバシ頑張っていきたいなと思っておりますので、ぜひとも応援してください。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。特別になんか、
あの157センチっていうのはいいんですか？あ、そうなんですよ。実はですね、この今回のですね、またなんかお知らせになっちゃいますけど、11月6日のこのですね、ワンマンコンサートはですね、なんと150センチ以下の方無料というね、ちょっとよくわからない特典がございます。っていうのもですね、でさっきも私はコンプレックスの塊でなんていうお話をしたんですが、あの私自身背が実はあの今座ってるからあんまりわからないかなと思うんですが、147センチしかなくてですね、あの小さくてやっぱりあの困ったこともあったし、幼い頃にはいじめられたこともありました。でやっぱりとってもその小さいということがコンプレックスだった時期がありまして、今はね全然気にしてないんですけども、あのそれをコンプレックスだった時期があって、やっぱりその大人になってもあの私みたいに背の小さい方たまにねお見受けするんですが、あのそういう方もきっと昔苦労したりしたんじゃないかなと思っていまして、でその、 あの私と同じね心境だった方々に、たまには背の小さい人も得しようぜみたいなことで、あの今回は150センチ以下の方が無料ということになっております。万が一今後ですね、私がとってもふくよかになったら、今度はもしかしたらふくよか割っていうのがあるかもしれませんが、まあそんな感じでですね、今回だけは、まあ、150センチ以下無料ということにさせていただいております。はい、失礼します。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうもお待ちします。